最後にオーテリオ山形の選手を代表いたしまして、キャプテンの山田拓実選手から皆様にご挨拶を申し上げます。山田選手は8月9日に行われましたジェフユナイテッド千葉戦におきまして、 J リーグ通算300試合出場を達成しました。皆さん大きな拍手をお送りください。それでは山田キャプテンお願いします。本日は寒い中、2021シーズン最終戦にお越しいただきありがとうございました。まずはじめに、今日に限らず1年間どんな時もスタジアムに足を運んでくれたファン、サポーターの方、ボランティアスタッフの方、スポンサー関係、行政関係の方たち、相田社長をはじめモンテリオ山形のクラブスタッフ、全ての人に選手を代表して感謝したいと思います。本当に1年間ありがとうございました。だいぶ寒いと思うので、なるべく簡潔に話せるように頑張ります。今シーズン、毎年なんですけど、ここ数年、来年こそはと、ここで僕自身も発言をしてきましたが、今シーズンも目標には届かず、特に今年は優勝して J1 に戻りたいということも口にしてきましたが、それが達成できずに本当に悔しいですし、申し訳ない気持ちでいっぱいです。昨シーズン終盤に少しずついい形になってきて、今シーズン迎えましたが、思うようなスタートが切れず、そこからなんとか立て直して、一時は昇格争いに入っていくことができましたが、結果的に最終順位はここ数年あまり変わらないところで終わってしまいました。順位だけ見ればなかなか成長してないんじゃないかと思う方もいるかと思いますが、ちょっとずつ僕たち選手も成長していますし、チームとしてもクラブとしても少しずつ成長していることは確かだと思います。勝負の世界なので、結果を出さなきゃ叩かれて当たり前ですが、今課題がたくさんある中、その一つ一つを少しずつ改善していければ必ず J1 に戻れるチームだと今でも僕は思ってます。まだまだ元のスタイルには戻ってない中でも、本当に温かい声援をくださるファン、サポーターの方がいて、申し分ない環境の中で練習できる自分たちは、本当にその環境に感謝しながら、来年こそはしっかり結果を出せるよう、今まで以上の覚悟を持って臨んでいきたいと思います。とはいえ、来年も本当に厳しいシーズンになると思います。J1 から4チーム越してきますし、本当にどのチームも差がありません。その中で勝ち抜けるたくましさと勝負強さを来年はつけて、必ず目標達成できるようにチーム一丸となって戦っていくので、来年も引き続き熱い応援とご協力をよろしくお願いします。1年間本当にありがとうございました。ありがとうございました。